はい、以上ンパートナーズの森です。今回もお話をしていきます。今回のお話はですね、目標はね、えー、笑われるもんだというふうなね、感じのお話をしようかなと思うんですけど、えっ、ー、とね、大体いいね、独立したいよみたいな感じでね、あのー、言うとね、あ、頑張ってね、なんてね、なると思うんですけれども、最終的なね、夢はね、やっぱりこうなんか、ああね、売上高1兆円、1000億、1兆、10兆円みたいなね、感じで言うとね、いやいや、 何言ってんのなんてね、感じで笑われることがね、あると思うんですけれども、やっぱりね、目標はね、私としてはね、高ければ高いほどね、いいんじゃないかなと思います。で、それをですね、諦めないで続けるっていうのはすごくね、あの、大事なことなんじゃないかなと思ってます。でね、えっと、ま、私もね、あの、なんか、こう、なんていうんですかね、最初はね、独立したときはね、こう、頑張ってね、やっぱ、 ああね、会社もね、その、なんか上場させるとかね、どうなんだろうな、とか思ったりね、えー、して頑張りたいな、なんてね、思ってたんですけど、だんだんね、あのー、すげえ遠いな、みたいな、道、道すげえ遠いなっていうのがね、こう気づくというか、わかるというかね、あのー、何年かかるんだろうな、これ、みたいなね、<laughs> 感じで思うんですよ。そうするとね、あの、そういうのも言わなくなってね、まあ、来年、再来年、みたいな、 感じ、だん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 なってくるわけなんですね。でね、あのー、最近はね、逆にね、また、ね、戻ってきてね、そのぐらいやっぱやってやんないといけないな、売り上げだからもやっぱ100億、その間にね、あの、上場もね、目指してね、どん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 ね、やっていけばいいんじゃないのって、最近は思います、またね。でね、きっかけなんだったのかなっていうのもね、えー、まああんまないんですけど、あのー、売り上げがね、ちょっとこう、 あっ,上がったタイミングみたいなのがね、何年か前にありましたん、ね、で、そのタイミングでね、そういうふうにね、あの、私思い始めたっていうふうなね、感じなんですよ。改めてね。だから、ね、そういうところでね、なんか、なんていうか、目標あったけど、現実見えて、おう、え、ほんと行けんのみたいなあ。でも、先頑張ればあるかもな、みたいな。 感じでね、思い出したというか、思い直したというかね、あの、思い出させたというかね、感じなんですよ。でね、あの、役員でね、こう入ってもらってるんですけど、あのね、新しくね、今年からね。で、その中の一人がね、売り上げ100億いくでしょ。ずっと言ってるんですよ。いや、100億いくでしょ。<laughs> いや、まだ1億行ってないでしょって返事するんですけどね、私ね。いや、まだ行ってないんだけど行くでしょ、別に。ね。 すごいな、志がっていうふうにね、あの、もっと逆にね、なんていうんですかね、その、僕の方がね、この、志がなんか低かったな、なんてね、あの、思わされてると。そしたらね、もっとやっぱ自分はね、先々のこのビジョンをね、見てってね、そういうふうにするためにはね、今どうしたらいいんだろうかっていうのをね、こう、えー、逆にね、こう考えていってね、えー、今頑張れるっていうふうなね、感じのことがあります。でね、 その、売上の目標100億だったら行くでしょって言ってね。まあ、笑わないですよね、やっぱりね。なんかね、1億行くの、まあ、10億ぐらいだったらまあ行くだろうなってね、なんなんとなくね、思ってるんですけどね。それ10億までいったら100億まで行くかもな、なんてね。あの、思い始めてるわけなんですよ。だからそれの最初の一歩としてね、1億円っていうところが今見えてるんで、そこ達成したらね、まあ、次3億、5億、10億、まあまあ、 ま、見えてくるんじゃないかな。そうしたら逆を、100億、もしかしたら、みたいなね、感じなんですよ。で、それも結局ね、その、一個ずつの積み重ねだったりとか、一歩ずつね、ね何をやってたかっていうところの積み重ねだったりとか、諦めないっていう気持ちがね、やっぱり私すごく大事なんじゃないかなと思って、大体ね、あのー、やっぱ、目標を立ててもね、 うまくいかないんですよ。もう99%。まあ99%とは言わないですけどね。まあ99.9%。<laughs> うまくいかないんですよね。だからなんかね、子供の頃にね、あの思い描いてた夢とかのね、それこそなんかね、夢達成できたんだっていう人の方がね、少ないと思います。それはやはり途中で諦めちゃうからなんだと思うんですよね。私もね、あの小学校の頃やっぱりね、当時やっぱ、 プロ野球選手ね、すごくやっぱ人気ありましたんでね、当時は私は小学校頃ね、プロ野球選手になりたいななんてね、思ってましたけど、まあ素振りも一つせずね、えー、まあ、ベンチウォーマーとしてね、えー、部活やってた時もね、大して上手くないというようなね、感じだったんですよ。まあそれはね、今となっては、まあはっきり言って言い訳ですからね、その時ね、一生懸命やってたらね、もしかしたら全然違う。 形にななってたかもししれないですし自分はどういう風にしたら輝けるんだろうか、自分はどういう風にしたら他の人にね、勝って勝って勝っていけるんだろうかっていうのを考え始めていたら、もしかしたらね、えー、私はね、大谷ではなく大森って言ってね、えー、メジャーリーグでね、大活躍してた未来があったかもしれないというのはね、えー、もう過ぎ去った過去。 を、まあ、反省してね、今言い訳してるっていうようなね、状態なんですよ。だから、逆に考えるとね、その時に思い描いてた、そのね、プロ野球選手になるっていうのは全然ね、何もしなかったから叶えられなくて、ね、子供の夢だからね、まあ別に笑う人なんて一人もいませんし、大人になってね、今からね、39歳で、ね、プロ野球選手になるんだって、まあ、なかなか難しいなとは思うんですが、それでもね、その、 まあ体力的な話なんでね、私ちょっとわからないんですけれども、なかなか難しいもんなのかなとは思いつつね、あの、今ね、あの日本ハムファイターズのね、監督やられてる新庄選手ね、新庄監督、新庄監督ね、一回プロ戻るぞって言ってね、すごく一生懸命やってね、もしかしたら戻れるかもしれないっていうところまでね、来てたわけですよ。それもね、まあまあいい年してたわけですからね。でもね、やっぱ笑う人もいますし、笑わないでね、真面目に応援してるっていう人もいるわけですよ。 で、そんな中なんね、選手に戻ると思いきや、監督にね、いきなりなるみたいなね、すごいな、やっぱり心情はね、あの、思わされたんですけれども、で、そんな感じでね、その、要するに、携わる仕事になるのに、なんか、なん,ていうんですか、そういう道をね、選んで、あ、賢いなって思ったりしたんですけれどもね、同じようにね、やっぱり今ね、その、ね、売り上げ100億、200億、1000億行くんだって言ってても、結局ね、まだまだ1億も行ってないでしょ、あなたっていうふうに、 あの、笑われることの方がね、やっぱ多いんじゃないかなと思います。特にね、私もう38年、39になってね、もう大の大人ですから、私もね。それでね、もうやっちゃうよ、なんてね、言ってるわけですからね。<laughs> そしたらね、それはね、うまくいくわけねえだろってね、あの、言う人の方がね、普通なんですよ。だってなぜならな、さっきも言った通り99%の人はうまくいかないわけですからね。その中の1%の人だけがうまくいく。 で、その1%に入るためには、やはりね、私自身どうしたらいけばいいのかっていうのを考えに考えて、あの時ね、挫折したプロ野球選手の夢をね、えー、まあ、挫折は全然してないんですけどね、まあ、なんかね、無理だろうなってね、なんとなく鼻から決めつけてましたんでね、仕 <laughs> 事子供ながらね、まあまあ無理だろうなって、ね、思ってましたんでで,でもなんか今ね、あの、まあ、プロ野球選手は無理だと思いますけど、私ね、なんか100億ぐらいまでいけんじゃないかなって謎のね、 あの、なんかね、どこから湧き出てるのか分からない、この自信というかね、なんかね、松坂選手じゃないですけどね、自信が確信に変わりましたじゃないですけどね、なんかでそんなような感じでね、なんかこのままね、順当に壁が何個もあって、でも、今までも何個も壁越えられたし、そ、その最初からの壁で言ったらすごく高くなってるけど、いきなりそこ飛び越えるわけじゃなくて、順当に来た壁だから飛び越えられるよねっていうふうにね、なんとなく思ってます、私も。 だからね、えー、1億は多分突破してね、次まあ2億3億ってまあなんか言われることありますけど、そこもね、まあ順当にいけば突破してね、まあじゃあ5億10億、そこも突破してっていうふうに階段1個ずつね、登ってってね、まあ勉強、勉強、勉強、そして勉強、勉強ですよね。で自分に言い聞かせてね、でね、難しいことをどん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 挑戦していくっていう精神がね、なくならなければね、まあ誰に笑われようとね、 えー、結果が全てっていう風にね、結構皆さん思いますからね。なのでね、まあそんな感じでね、あの思ってると。YouTube で始めてね、あの、チャンネル登録まだねな、何人もいなかった時とかね、もうほんと、笑われてんじゃねえかなってね、なんとなく思いながらね、ずっとやってました。今もね、その、いわゆるゆね、その YouTuber さん、すごくね、チャンネル登録者数多い方もね、いっぱいいますし、1万2万3万だったら、まあまあ普通だよね、今時は、みたいな感じでね。 あの、なるかもしれないんでね。まあね、笑われてるのかもしれないんですけどね。まあ、笑いたい人はね、笑わせとけばいいんじゃないかなって私はね、常々思うようにね、なんかな,なってましてね。でね、その、なんかね、そういうのもね、直接会ってね、言われないっていうのがね、一つ、ありますんでね。まあ、耳に入ってこなければね、言ってないのも当然ですからね。だから、ね、まあ、関係ないなって思いながらね、人生生生きてると。 いう風なね、感じです。まあ私はね、もっともっと先のね、何,何百億ってね、いった、サーカき機ね、どういう風にね、世の中見えてくるのかなっていうのはね、楽しみでね、仕方なくてね、毎日働いているという風なね、感じになります。ま <laughs> だからね、皆さんもね、あの、独立するときにね、いや、俺はもう何,何十億、何百億ってね、稼いでやるんだっていう風に言ってね、えー、それで笑ってくるやつは笑ってくるやつだと。まあそれはね、そうなんですよ。だって99%以上の人はね、 えー、うまくいかない道に入っていこうとしているわけですから、それを現れて当然だという、各の悟のもとね、やればいいんじゃないかなっていうふうに、あの、思うというふうなね、感じのお話になります。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひもチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ごいただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。